塚原友和は、日本の裁判官、弁護士、弁理士、最高裁判所調査官、知的財産高等裁判所所長、早稲田大学大学院教授及び、TMI 総合法律事務所顧問を経て、創英国際特許法律事務所、共同代表パートナー会長、瑞宝、重光明受賞。栃木県立栃木高等学校を経て、一橋大学経済学部に入学。大学では、塩野谷雄一教授のゼミに参加。しかし、経済学は、社会公共の利益を考える学問で、社会で戦う武器にはならないと考え大学3年時に何か資格を取ろうと思い立つ。始めた公認会計士試験の勉強で民法や商法に触れ、その後聴講した法学部の植松正教授の刑法の講義で法学に興味を持ち旧司法試験の勉強を開始。約1年後に旧司法試験に上位の席次で合格。1968年3月、大学を卒業し、1968年4月、司法修習生に採用され、最高裁判所司法研修所入所。1970年4月、弁護士志望だったが、友人の勧めから判事補に任官し、その後大阪地方裁判所、山形地方裁判所米沢支部等で勤務する。1980年4月判事任官。その後、東京地方裁判所、千葉地方裁判所、1983年から1988年まで、最高裁判所調査官兼東京地方裁判所、判事、1988年から1994年まで、東京地方裁判所、判事、1994年仙台地方裁判所部、総括判事、1994年から1999年まで、東京地方裁判所部総括判事、1999年から2000年、東京高等裁判所、判事、2000年から2001年まで、釧路地方裁判所所長兼釧路家庭裁判所、所長、2001年2月から2000年まで、甲府地方裁判所所長兼甲府家庭裁判所、所長、2003年1月から2007年まで、東京高等裁判所、第18民事部部総括判事、2005年4月知的財産高等裁判所、第4部部総括判事、所長代行。2007年5月23日から2010年まで、知的財産高等裁判所長、第1部部総括判事。2010年裁判官を定年退官し、弁護士登録、特許業務法人国、安倍特許事務所顧問。2013年3月まで、早稲田大学大学院法務研究科教授、TMI 総合法律事務所顧問及び、創英国際特許法律事務所顧問。2013年4月、創英国際特許法律事務所常任顧問就任。2013年6月、同事務所共同代表パートナー会長に就任。2015年瑞宝、重光明受賞。ありがとうございます。